輪島能登半島被災者支援小型仏壇無償提供の募金をですね、坂本村の M 様から現金書き留めと、それと見てください、こんなにありがたい手紙もいただきました。ありがとうございます。全額ですね、地震被災者様に使わせていただきます。それとですね、 M 様4年前にこちらの高級仏壇も当店から購入いただいております。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食だかった後期でございます。2024年今日は7月の13日土曜日ですね。今ちょうど6時5分の朝動画でございます。ありがたいことを昨日と思いました。もう現金書き留めでですね、多額のですね募金ありがとうございます。もう感動いたしました。 M 様本当ありがとうございます。それと見てください、見事な達筆の文字でですね、あのお礼状といいますかですね、素晴らしいお言葉をいただいております。 M 様ですね、今から5年前ですかね、あの人吉豪雨被災者で家が全壊、あのその模様ですね、実はテレビで、当店4年前に当店から仏壇を、実は当店からあの無償の仏壇をですね、八代 の社会保険事務所だったかな、そこを通じてですね、坂本村のこの M 様のところに無償仏壇を5年前に行って、その4年後1年後にですね、高級仏壇をご注文いただいております。ありがとうございます。で、その模様がですね、こうやってテレビでも取材されてまっしゃいますね。で、これ見ていただいたら、これテレビの画像ですけど、こんなに、あ、逆か、そうですね、こんなに壊れてるんですね。で、これを全部解体になって、やっぱ家はですね、リフォームじゃ住めないんですよね。これ屋根まで来てますから、水がですね、ですから結局全部こういう形で新築という形ですね。素晴らしいお宅で、こちらに、当店のですね、この100年大型の100年仏壇、こちらの仏壇ですね、大型の100年仏壇を納入させていただきました。で、熊門座布団もですね、購入いただいております。令和3年ですね、7月の2日ですかね、そういう形になっておりますけどですね、本当にありがたいことでございます。で、そういうありがたいご縁をいただいてですね、で、今回またこういう素晴らしい、偉かですね、もう本当、あのこれですね、書いてありますけどですね、日々の流れは早いもので、人吉豪雨災害からもう5年になりますと、思いがけない災害を受けて、気の身気のまま裸一貫で今日までどうにか過ごしてこれましたと。で、温かい多くの方々のご支援を受けて、今の生活に戻れましたことを感謝いたしております。はあ、素晴らしかですね。僕、とてもこういう、やっぱ、この方、とてもやっぱ、字を見ればわかりますよね。この方の誠実なお人柄がですね。はい。自然災害はなぜ、どこで起こるかわかりません。そして、人の力では到底太刀打ちできないことも実感しました。はあ、全くおっしゃる通りかもしれませんですね。はい。でどうぞ活動資金の足しにでもなりましたら幸いでございます、気持ちでございますって、いやー、多額の募金ありがとうございました。 M 様はやっぱ素晴らしかと思います。もう心より尊敬申し上げます。いや、できるこっちゃなかですよ、思います。ですからですね、本当、まあ、あの自分が体験されたことだから、より深くですね、やっぱ輪島の皆様にもですね、気持ちが分かられるんじゃないかと、人の痛みがですね、分かられるんじゃないでしょうかね。もう分かりました、もうこれバトンをいただきましたので、今度は私たちがバトンを輪島の皆さんにですね、今月末、7月の末になりますけどね、あの必ずもうバトンを渡しますので、まあ、そういう形でですね、八代市坂本村 M 様支援募金、これ八代市って書いてありますけど、これもう熊のところなんですよ。ですから、あの辺りが一番ひどいんですよね。あの辺りもひどかったですね。川が急に狭くなってますからね、本当にもう驚くような惨状でございました。5年前に人吉豪雨自宅全壊、4年前に、高級100年仏壇ご注文でございます。で、あのこの時にですね、当店から小型仏壇無償提供させていただいております。そのご縁で購入という形ですね。で、7月5日にはテレビ放送ですね、この納入の時の模様をですね、テレビ放送もさせて、ちょうどの豪雨1年後だったんですよ。ちょうど1年後だったですね。で、輪島支援、気の身気のまま裸一貫と、もう災害の時やっぱそうなんですね。もう本当そういう形でございます。で、被災者だから分かる苦しみ共感ですね、もう
素晴らしいお人柄だと本当思います。もう全額ですね輪島支援に使いますので一つよろしくお願い申し上げます。それとまだまだですねご常在受け付けております。それと輪島の皆様ですね、まあ、熊本にお住まいの方では向こうに親戚とかいらっしゃる場合にですねまだ仏壇がない方は言ってください、こちらの方に 096-329-0224、受け付けておりますので一つ皆様よろしくお願い申し上げます。しかしですね M 様素晴らしいかと思います。もう改めてですねもう心より心より尊敬申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展お祈り申し上げます。